他の水晶よりパワーの強い水晶だ。私がこのパワーを身につけるから見てろ。パワースマッシャーの水晶、今行くよ。待った、この道どうなってるの。うわあ、思ってた以上に愉快な連中だぜ。寂しいな。大失敗。前もって教えてほしかった。そう、分かったよ。気をつけて。化石の逆襲だ。いやでっかいな。パワーもあるぞ。次は君だ。パワーアップするなら仲間たちみんなと一緒がいいんだが。今は私が君の仲間だ。パワーを授けてやる。受け取るんだ。ああ、わかった。誰も君を止められなくなる。誰も私たちを止められない。私は二度と負けない。ようこそ勝者のお立ち台へ。ボールシェイカーのお立ち台だ。みんな限界までスピードを出せよ。さあやってきたぞ。できるだけ遠くにジャンプしろ。ゴーイングヘブリー。きっと飛べる。超えることができる。やっぱりできない。向こうのチームはうまくいっててほしい。あそこで。おお、でかいな。水晶を取ったやつは逃げてったようだね。燃えるようなパワーをもらうのが待ちきれないよ。スケルサウルスもこうなるとは思ってなかったはず。ここは角のある誰かさんの出番を待て。おい、待てだと。でかいワニだ。水晶を取ってたやつは逃げてなかった。待った方が良さそう。おい、やってくれたな。友達に手を出したやつはバババブーンとタッチメル。その息だよ。ワニに乗っかるのは初めてじゃない。楽勝だよ。こういうのは初めてかも。張り出した岩がない。下に落ちる前はあったと思ったけど。見なよ、ちゃんとあった。あっちもだ、反対側にもあった。いいか、あんな細いとこウィリーだったら進めるが、俺たちはギャンクスターの言う通りだぞ。通れるのは片側一台だけだ。それじゃあモトザウルスとタイガーシャークに通ってもらう。他はその上に横向きで重なってアーチを作る。だけどずり落ちてこないのか。タイヤ同士に摩擦力が働く。へへ、適当にでっち上げたな。え、マジなのか。物理学、衝突の物理学、うまくいくってカースタントの経験でわかる。いい？このワニはパワースマッシャーの中でも最強かもしれないけど、こっちはモンスタートラックだよ。今こそ燃えていかなくちゃ。一緒に戦う。もちろんで戦うぜ。私は左、ダイナマイトは右、メガレックスは真ん中から頭を攻めて。燃えていけ。泥沼でスケボーしてるみたいだね。超
水晶を取り戻して砦に再びパワーを与える。石のトラックの軍隊も蘇らせろんだ。最高だぜ。だがまずは君の新しいパワーを試してみよう。準備はできてる。クラッシュジラは我々にとってもう用済みだと思うが、君はどうだ？え？君の仲間を裏切ったようにいつか我々も裏切るはず。君が始末しろ。そう言われても。クラッシュジラを石器時代に送り返せ。我々を守る道はそれだけだ。確かにな。やるぜスケルサウルス。では私は細かい用事を済ませてくる。やめろボーンシェイカー、やめろ。何をやめろと？奴は理想のトラックになれるんだぞ。ボーンシェイカーを助ける。自分の身さえ守れないくせに。見てろ。また私の勝ちだ。派手に生きろ。ハードにクラッシュして。何ミリまさかうまくいくとは。物理学大好き。嘘、メガレックスが。早く助けないと。水晶が手に入った。何ができるか試そう。お前なんか怖くないからな、巨大ワニ。それで最強のパワースマッシャーは誰になったんだ？ああ、きっとあなたね。メガ級メガレックス。僕には仲間がいる。いや、君は一人ぼっちだ。みんな一体どこだ？助けを待ってるのに。最高だね。パワーアップしたギャングスターに超ワクワクするぜ。ねえ、モタザウルスは変わらないね。パワーアップしてないのか。なんだと？中身が変わったってのか？見せてくれよ。こいつはメガモーター抜群だぜ。待ってろよ、老いぼれすっかり冴えないです。
周囲か。島がテトラ水晶のパワーにどんな風に屈したか目の前で見せてやる。起きろ起きろ。全てのトラックよ奮い立て。こいつはすげえ。モンスタートラクトは私の島だ。